ドリームチェイサーです。今回はこちら、仮面ライダーゴーストのツタンカーメンゴーストアイコンを紹介します。エジソンゴーストアイコン、ロビンゴーストアイコン、そしてニュートンゴーストアイコンと、ムサシゴーストアイコン。こちらに続き出てきた、こちらがツタンカーメンゴーストアイコン。今週末にさらに信長とかも出ますね。どん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 アイコンが出てきて面白いです。色的にはね、すごく私の好きな色でかっこいいなと思うんですけど、早速開けて実際手に取ってみたいと思います。はい、こちらがツタンカーメンゴーストアイコンになります。押してみると、こんな感じで変わりますね。11番になってる。あ、11番なんだ。武蔵1番。エジソン2番、3番ロビン、で、4番ニュートンってきたので、次5番かなと思ったら、まさかの11番でしたね。ツタンカーメンと書かれています。ここには、QR コードがついていて、いつもと同じ感じ。では早速、ツタンカーメンゴーストアイコン、音声を聞いていきたいと思います。なんて言ってるかさっぱり聞き取れなかったんですけど、エジプトっぽい感じの音楽ですね。やっぱり大海岸スタンカーメンオメガトライブ、このあたりは他のアイコンと変わらないですね。変身した時の絵柄まで戻ってくると大目玉が流れます。変身の時の音もう一回聞いてみましょう。いきます。ピラミッドは三角、王家の四角って言ってるのかな？箱を見たら書いていました。ツタンカーメン、ピラミッドは三角、王家の四角。合ってましたね。と言ってるみたいです。では、ガンガンセイバーを近づけて、どんな音声になるか聞いてみたいと思います。ではこれを純モードに。大海岸ガチャピラガチャピラオメガブレイク。では続いて二刀流。最後に、なぎなたモード。大海岸ガチャピラガチャピラオメガストリーム。それぞれの、モードでガンガンセイバーで遊んだ時はこんな音声でした。
にガンバライジングカード1枚付属って書いてますね。ガンバライドカードは、あ、ここか、ここか。あ、これしかも上にくっついてる感じですね。しっかりと中の箱に貼り付けてありました。中に入ってたのは、じゃじゃん。仮面ライダースペクターですね。敵かな？なんか、敵の仮面ライダーかな？今んとこ。がついてますね。そして、仮面ライダースペクターのツタンカーメン魂。ということで、あ、そっか。これは、こっちのアイコンだったんですね。なるほど。なんかちょっと顔が違うなと思ったら、そういうことだったんですね。最近ちょっとバタバタで、テレビの方が見れてなかったんですけれども、ちゃんと見て勉強したいと思います。ということで、今回は、仮面ライダーゴースト、ツタンカーメンゴーストアイコンを紹介しました。次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。